保湿やっていこうか。今日はですね、前回に引き続きたまちゃん、たまみつねを討伐していこうかなと思っております。よーし。いやね、僕ちょっとあれなんですよね、マルチプレイだとクエストにさ上限がないらしいから、みんなおそらくね、オンラインとかでプレイして、制限とか関係なしにね、その武器の使用感とか試しながらね、楽しくプレイングしてるんでしょうよ。ね。私、そんな友達いないから。ね。だからもう一人ぼっちでやるからさ、30回の制限があるわけやけん。こう武器のさ、しっかりと使用を確かめるには、まあこういうクエストでもできるんだけど、でも回数があるから、まあ結局、あれよ、総中かな？で、青柱出てくるやんか。その青柱と戦うことで、操作を確認するっていうことしかできないからさ、まあ、基本的な立ち回りはできるんよ。青柱で。あいつ死なんから。で、でも、装置を使った技を繰り出すとすぐダウンになって、乗っちゃうんだよね。乗って、まあ、総理の操作になるわけなんじゃけど、多分どっちかで言うとね、武器の操作の方が大事だと思うんですよね。だから武器の操作を確かめるのに、装置を使った攻撃、総中、鉄柱主義ってやつですね。鉄柱主義ってやつをやってもすぐダウンしちゃうから、こうなんか連続でこうさ、戦ったりすることができないんですよ。だから、あまりね、鉄柱主義を使うにあたりは、全然、あまり意味がないというか、使えないことはないけど、あまりなんですよね。というわけで、まあ、何か言いたいかというと、私は一回一回のクエストを、大切にしていきたいんです。だから、玉三つの討伐自体も、そんな何回もやりたいわけじゃないから、もう、太刀と、今これ弓使ってるんですけど、この弓使っても動画終わるかなと思って、他にも、まあ、武器いっぱいあるから、ちょっと試しにいろいろ使ってみて、お、レイヤーさんいましたね。試しに使ってみて、良さそうなやつがあれば、それまた動画にしようかなって思うけど、現段階ではさ、もうワールドで使ってた武器なんか、本当に弓と片手剣とタッチ使ってなかったな。だから、本当に、ワールドの時に使ってた武器が少なすぎるから、慣れようと思っても慣れないんだよね。というわけで、今日は、リオレイヤーと、あと、なんだっけ、なんだっけ、かまいたちの竜。名前忘れたわ。はい、そいつと、玉水ね、全員倒していこうかなと思います。多分、みんなね、マルチでやってる時も、この3体をね、クエストで、しっかりと、倒していくという、流れになってるんでしょ？知らんけど。まあまあまあ、でもね、弓も強いですから。しっかりね、この休息法と、あと、なんだっけ、剛力の弓がけだったっけな。それもしっかり確認してきたので、青柱だけどね、青柱でしっかり確認してきました。なので、まあ時間はかかるけど、しっかりと討伐できるんじゃないでしょうか。そう、ここで、間違えた。間違えてないよ。でね、ちょっと弓使ってて思ったのが、やっぱね、他の武器と比べてね、すごいシンプルなんじゃないかなって思うんだよね。他の武器とかは、本当に、よいしょー。そう、こういう風にやっ、あれ？ダメージ食らった。よいしょ。他の武器は、なんかすごい派手なさ、技とか繰り出したりして、あ、なんか、新しいモンハンになって、強化されてるなーっていう感じがすごいするんだけど、弓に関してあんまり見ないんだよね。まあ僕が弓の動画あんまり見ないっていうのもあるかもしれないけど、弓はあんまり見ないんだよね。まあ確かに、見せ場はあまりないなって思うよ。装備って。だってさっきのさ、休息の弓がけ、まあこれはスタミナを回復する技で、あとなんだっけ、剛力の弓がけ。まあちょっとやってみますね。あ、どっか行っちゃった。こうやると、こういう感じでね。強化します。これ攻撃力が上がるらしいんですよ。で割とね、これ長い時間持つんで、これとさっきの休息法ってやつ、スタミナが回復するってやつを合わせながら戦っていくっていう流れになるのかなと。ただ、なんだっけ、PV で
弓の紹介動画が出てた時に、ちょっとこれは弱体化されてるんじゃねみたいな感じで書かれてたりもしてたから、ちょっと正直どこまで、よいしょ、どこまでやれるかは、どこまでこう使っ、汎用性があるかどうかは分かんないですけど、まあ頑張ってね、私は使っていきたい。だってこれしか使える武器ないんだもん。やめて。気をつけます。よし、早速ゴーリキやめ使います。弓どうなんすかね、強いんかな、正直わからん。もう、僕はもう使用感でしか選んでないからね。武器もさ、なんだ、余裕があれば、全部の武器さ、試してみたい感じはするけど、これなんかうまいこと避けられへんかな。多分回避するときに、回避するときにというか、これで避けれるんかな。ちょっと知ってる人がいたら教えてください。まあ、メイン武器、ワールドの時は弓だったんで、まあその、やられずに戦っていけるとは思うんやけど、ただ、時間がすごいかかりそう。まあこれは別にさ、クリアすることが目的、まあ目的だけど、体験版だからね。でそこまで勝ちにこだわる必要はない。まああくまで体験版だから、使用感を確かめるっていうことを徹底した方が僕はいいのかなと思う。もちろん仲間と一緒にね、ミスってない。ちょっとね、ダメだ。青柱と、じゃあ、火にならんぐらい動きが早いわ。当たり前か、って。これが急速の弓がけ。いや、でも、思った以上にね、弓回復するの早いから、ワン、危な。今、絶対当たっとったわ。で、あとは、豪車かな。豪車もしっかりと対応していかないとなかなか多分ダメージ入らないんですよね。ただ、ちょっと慣れてないから、なかなか。こうでしょ？こうでしょ？ごめん、全然当たってないわ。こうでしょ？あ、やっぱ、食らっとるような感じはする。くっそー。難しいな、やっぱり。いや、いいんですよ。所詮体験版なんでね。やっぱり、メインが来た時にしっかり戦えればね、それでいいんですよ。負け惜しみ、クソワロタ。はい。そう、こういう感じでね、しっかりと相手と距離を取って、スタミナを回復するっていう感じで、できれば、お、あ、そうそう、こういう感じ。これで、今の避けれてたんから、ちょっとよくわかんなかったね。だからね、メインが来るまでの間は、メインが来るまでの間はね、僕は毎日、ちまちまとやっていこうかなって思ってます。ちょっと1日1クエスト。すごいね、これ3体がさ1個のフィールドに集まったらどうなるんだろうね。もう本当に大乱闘スマッシュブラザーズになっちゃうわ。もうええわ、誰でもええわ。もう誰でもええけ、戦おう、もう。もうあい、誰でもええわ。やっぱね、いろんなモンスターと戦って、使用感っていうのはね、確かめておかなきゃいけないですからね。おお、いいね。タモちゃんはなんか意外とダメージ入ってる感じがするね。なんか意外とやっぱああいう、なんだろうな。変な動きって言っちゃあれだけど、的がでかいんよね、多分。的がでかくて飛ぶわけでもないから、それで戦いやすいんだと思う。うっそ、強すぎ。
あれ今体力マックスあったような気がしたんだけど。まあいいや。あと何分くらいあるかな。油断しちゃったわ。やかましいわ。まあ多分ね、僕この体験版で大事なことって、モンスターを討伐することも大事ですけど、しっかりと、こう、この、なんだろうな、モンハン特有の雰囲気みたいなのってあると思うんですよ。だから、それをしっかり、この体験版で、まあ、名前の通りだけど、体験していくことが大事だと思うんですよ。でね。だからね、あんまり、こう、勝ちにこだわりすぎる必要はないのかなって思う。負け惜しみみたいな感じで言っちゃってるけど。やばい。もう、防御力弱すぎ。いや、いいよ。もう何でもええよ。よいしょ。さあ、オトマガルク、行こう。こんなことでくじけててはダメなんですよ。間違えた。諦めない精神が大事。さあ、かかってこい。リオレイヤー。こっちも取れる。すげえ。どっちも拘束されてるという。おお、いいっすね。あ、僕ね、ナルガが好きなんで、ナルガがこの作品で出てたら、ちょっとぜひね、乗ってあのスピード感を体感したいところですね。いいよ。いいね。なんかこかしたりして、もうこの弓の一撃でさ戦うのが基本的になりそうな感じがする。なんとなく。残り時間あと10分、やばすぎ。どんだけ時間、まあまあこのぐらい時間かけてね、やっぱじっくりとやった方がいいんですよ。だからそのね、瓶とかあるけど、僕は一切今回使ってないんですよ。なんでかっていうと、長く遊びたいから、もうそれに尽きるよね。さあ、だが残り10分で、頑張って、レイヤーさんぐらいは倒しておきたいところ、これで終わりだ。終わらない。お、倒しましたね。いや、もうあれですね。もうレイヤーさん倒せれたら、もう私は満足ですわ。追いかけよう。もう時間ないんじゃない？30秒しかないわ。よーし。まあ、この後、この30秒で適当に話して終わるか。いやー。まあ、今回使う武器はおそらく、太刀と弓だけになるから、弓もなんかな、どうなんかな、ちょっと微妙な感じがしたけど、太刀が強そうだった。ちょっと動画ではね、水月の構えを一切やらんかったんだけど、あれもね、うまい具合に使えばかなり強い、技になるから、あの辺もね、しっかり対応して、本編ではしっかりやっていきたいなと思ってます。で、まあ、他の武器もね、ちょっとちょくちょく試していこうかなと思ってるんで、使ってみて面白そうだなと思ったやつは、また動画にしていこうかなと思う。でもね、同じモンスターだけだから、多分みんなもそのうち飽きると思う。だから、とりあえず今はアイスボーンの実況さ、やってたからさ、もともとは。だからそれをまた再開していこうかなーって思ってます。というわけで、以上です。バイバイ。